シュトット石は、蘇生式 o 2 2に、または U44 で表されるウランの風化鉱物でウランのアルファ崩壊による水の放射線分解で生成した火山化物を含んでいる。明らセは炭鉱色から白色の針状結晶を示す。シュトット石師は、今後民主共和国家タンガ州のシンコロブエ鉱山で得られた標本からベスにより1947年に記載され、 その後いくつかの産地が報告された。イギリスの炭鉱家、地質学者で、ベルギーのため働いたフランツエドワルト・シュトットにちなんで命名された。シュトット石を空気中に放置すると短時間のうちにメタシュトット、石を42に変化する。科学的には単純な構造であるが、シュトット石とメタシュトット石以外に加酸化鉱物は知られていない。長期間にわたって水中で保管された。 放射性廃棄物の表面に生成されることがあり、実際にハンフォードサイトで保管されていた使用済み核燃料の表面から見つかっている。また、チェルノブイリ原子力発電所事故の露心用融物からもシュトット石が見つかっている。これらのことから、シュトット石やメタシュトット石のような加酸化ウランルは酸化ウランやウランの計算円鉱物のように長い。 研究により理解の進んだ鉱物に代わる放射性廃棄物の重要な変異生成物であると考えられている。これは、カマウン運転放射性廃棄物処分場のような地層処分施設における長期保管に影響を与えかねないからである。シュトット石とメタシュトット石の性質に関する情報は、まだ十分でなく、放射性廃棄物の安定性に政府どちらの影響が、 あるかわかっていない。しかし、不要性の4カウランが腐食によって、可用性の裏切るようになって移行する経路がある、ことは確かである。ありがとうございます。